ドラマの撮影をと、いや入ってね、1個クランクアップでもう1個入ったのね。で京都で撮影で、北王子金谷さん、これはもう超大物ですよ。もう俺はもう出番でこうカツラをつけてもらってる時にカツラ合わせに来てはんのよ。そこもやっぱりもうすごい数のスタッフ、やっぱそれはもう超大物やからね。台本で言うと主演じゃないけど、やっぱり一番止めっていう一番最後に名前がドーンって乗る方やから、で初めてやねん、ドキドキして。でその作品やってる AP みたいな人が挨拶しましょうって、ちょっとね2席ぐらい離れてんねん。で向こうもずらつけ、こっちもずらつけてスタッフと喋ってて、で挨拶行きましょうって言って、俺は途中でも北王子さんがパッてこう合間あるやん、なんかこう喋りやめた時に行こうっていう感じで、今とか言われんねん、入って立ったらなんか喋り始めて、ああまたあかんっていうのあんねん。でまあ一応こう初めましてとかいろいろ挨拶せなあかんって思ってんけど、結構それがね40分ぐらいかかって、今やって言って、ほんなんこうスタッフ、ああいう時のスタッフってさ、下手にこうタイミング計ろうとするからさ、もうそれやったら一生行かれへんと思ったから、おはようございますって俺から言ったのよ。そっちの方がいいやんか。ほんならはい、ほんならなんかそのあのご挨拶をってそのスタッフが言って、ほんならはいって立ってくれはって、あおはようございます、吉本興業の細田ですって言ったら、くす握手や。やっぱあのさ、先月の言うたら郷ひろみさんもそうやけど、スターってのは握手やね、挨拶は。俺らみたいな話とかじゃないねん、もうやっぱりこう手を包み込んでくれんねん。ほんでダーって、ああよろしくってね、でも何回か現場で会ったことあるよねって言って、俺初めてやねん。でもはいって言った俺はいいやそれくらい、それくらいそこで否定なんかできへんよ。すごいこのなんていうんかな、いい声であったかい手で、やっぱあれどうな、あの年に俺がなってもそばにならんわけやんか。あれ何なんやろ、重ねてきたものなのかな。トゲトゲしさが一切ないのよね。俺が支度終わって、あのお願いしますって行こうとしたら、いってらっしゃいって言われた。たくましいお父さん、あんなお父さん、あんな声でいってらっしゃいって言われたことない、もううちのお父さん、あいってらっしゃいみたいな感じだけど、あんな重たい、はい無事に帰ってきますみたいなノリで、いってらっしゃいっていう、あのなんか重厚感っていうかさ、ゆっくりできそうじゃない。そのなんか焦れへんから、俺らって例えばこんな放送中も、例えばちょっとこう揺れた、うわーってなれん、もうすぐここに引っ込むけど、揺れたねって北村さんが言ったら、はいそうですねってこう、うん、ま、待てそうやん。周りを安心させるあの感じってすごいなって思った。